じゃあ始めたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。Zoom の皆さんもありがとうございます。では自己紹介ね、斉藤一人特別弟子鈴木達也です。よろしくお願いします。ありがとうございます。栃木県足利市、素晴らしい、イエーイ、ありがとうございます。まあ皆さんね、なっちゃんから聞いてるかもしれないけど、私は栃木県の佐野市っていうところが地元なんで、今ね、仕事で東京には行ってますけど、基本は佐野です。そう。なんで、もう足利は、すごく、なんかもうほとんど地元。そう。そう。で、あと一人だはね、なんか青森県とか、ああいうね、日本全国の中でどこが好きですかって、まあ青森は多分一番の方に出てくるけど、実は栃木県も同じぐらい好きなんだって。そう。それは多分俺がいるからです。そうそう、わかんないけど。まあ冗談だけどさ、日本全国好きだよって話でね。まあ今日もさっきも言ったけど、なんかひとりさんとね、みっちゃん先生と、あ、いらっしゃる、うん。みっちゃん先生とね、花江さんの方からみんなによろしく言っといてねってことだったんでね、ちゃんと伝えました。またこれだけ言うとさ、もうこの言葉だけでいいですっていう人が結構いるのね。で俺なんか無言でいいかなと思ってずっと。ダメ。ずっと座ってるだけでもいいのかなと思って。じゃあね、YouTube 見てる人とかはね、おなじみだし、まあ見てないっていう人もいると思うんで、私は自己紹介も兼ねて、一番最初にためにならないシリーズってお話があるの。で、なぜかこの話はめちゃくちゃ人気あるのよ。そう、全然ためにならないからね。そう、あと、これひとりさんから今年、ちょっとね、これも言っとかなきゃって思うんだけど、講演会の方針をちょっと変えました。変えてですね、いや何が変わったんですかって言うと、ひとりさんがね、ためになる話しなくていいよって言われたんで、もともとそうなんだけど、ためになる話をさらにしないように努力したいと思いますんで。なんで皆さんね、今日いい話を聞きに来たっていう人は多分帰りにすごく残念な気持ちになって、最初にお断りしとかないとなと思って。でね、そうだな、じゃあ何の話がいいかなと思って、いつもね、ここに来てから決めるんだけど、まあそうだ、俺ちょっと今、マルカンってお仕事やってますけど、まあ、なっちゃんとかね、古い仲間っていうかね、昔から知ってる人はいるんだけど、俺ちょっとマルカンにいない時期ってあったのよ。そう、マルカンにいない時期があって、まあ、一言で言っちゃうと追い出されちゃった。いやで、とかって思うけど、いや、それ、ひとりさんとか花江さんとかにってことじゃなくて、ひとりさんとか花江さんとかみっちゃんは全然知らなくて、まあ、いつも現場でね、まあ、現場って言ってもさ、なんかやっぱり丸カンって急成長したから、すごくね、売り上げ市場すぎみたいに現場でちょっと感じたことがあったのよ。で、俺なんかひとりさんから昔からすごく可愛がってもらったんで、いや、こんなひとりさんのね、やりてえ丸カンじゃねえとかって、いつも反抗してたの。反抗してたら追い出される。そう、追い出される。できっていうより、ほんと丸カンにいられなくなっちゃう。ハモになっちゃう。ハモになっちゃって。でね、ただ、俺ね、自分で言うのもなんだけど、めちゃくちゃ運はいいと思うの。だって、多分丸カン出て、また戻ってきた人、多分俺の知ってる限りいないんだよ。いない。なんかみんな離れたら離れっぱなしか、もしくはいても、なんかちょっといじけた感じでやってるか。だから、なんとまたブーメランのように戻ってきまして。今現在に至るって話なんだけど、まあこの辺のね、追い出された後あたりの話はちょっと省きます。長くなっちゃうんで。そう、ただ追い出された時に何やってたんですか。東京でタクシーやってたのよ。で、そうなの。東京でタクシーだってすぐ働かなきゃなんないしさ、やっぱで、自分一人じゃなくて食わさなきゃいけないっていう人もいたから、そうだからすぐ仕事しなきゃと思って、もうなんか迷ってられないのよ。で、じゃあ、達也さん、東京の道詳しかったんですかってよく言われるんだけど、全く知りません。そして、5年間やったけど、全く覚えませんでした。そう。だから、全然、じゃあ、東京の道詳しいんですよねって言われるけど、全然覚えてません。さあ、まっすぐ行ってたか分かるんだよ。でも、どこからどこ行ってってのは全然分かんなかった。でね、俺、すごく、なんと、思い出残ってる話いっぱいあるんだけど、その中からちょっと厳選してお話したいと思うんだけど、吉原ってみんな知ってますか？知ってる？なんか吉原ってよく時代劇でさ、花魁とかああいうの出てくるじゃないですか。吉原って東京に今もあるんだよ。今もあって、現代風になってます。そう、だから、江戸時代のああいう街並みが残ってないからね。じゃなくて、現代風の、まあ、なんつう、女郎っていうか、そういうお店やっぱりいっぱいあるの、吉原って。東京のちょっと浅草の端っこの方なんだけど。で、そこの近くをちょっと走ってたら、呼ばれたのよ、そこのお店の人に。で、ああ、運転手さんとちょっとこっち来てって、ここで待っててくださいって言って待ってたら、来たのは女の人だったのよ。女の人。で、なんつう、俺はすごい不謹慎なんだけど、ああいうところで乗せる女の人って、多分そこで働いてる人なのよ。
で、それが土曜日の夕方4時だったの。で、土曜日ってさ、俺の感覚ではなんか稼ぎ時じゃん、ああいう時って。で、お客さん乗せました。で、まあ、じゃあ、どこどこに行ってくださいって言われたんだけど、その時に、なんか俺、すごい失礼だって今も思うんだけど、なんか、お客さん、なんかね、今からね、なんか稼ぎ時なんで、もう帰っちゃうんですかって聞いちゃった。そしたら、いいのよとかで、その人が、私はね、なんかここにいなくてもいい人間なのとか、なんか意味のわかんないこと言い出したのよ。で、何と思ったんだけど、なんかこれは、なんていうかな、その人が言い出したんだけど、なんかそこのお店には在籍は確かにしてるんだって。ただ、なんかアダルトビデオの女優さんなんだって。そう、だから私はなんかそっちで、なんかお店が、ちょっとこれはね、子供さんいるとちょっとね、教育上よろしくない あるんだけど、なんかそういう仕事をやってて、看板っていうか、要は、この人がいますよってお店に。で、なんかすごいお店なんですよみたいな宣伝なんだって。それでお金もらってるんだって。そすうなんごだい、と。そうなんだっ広告て。だみからたい私は、お客取りたい時は取るんだって。で、やりたくない時は帰っちゃうんだっな。て。すそうごで、またそのお店の裏話とか教えてくれるわけよ。なんか、私がほら、いるって宣伝してるから、そうすると電話かかってくるんだって。何々さんいますかって。そうすると、ちょっと言い方おかしいんだけど、なんかすごい高いんだって。確か俺が聞いた時ね、十何万って言ってたよ。そう、十何万。男ってバカですよね。バカだと思うんだけど。いや、それでね、十何万とかって言うんだけど、で、そしたらお店ってすごい上手なんだって。もうね、ごめんなさいって、何々さんはね、今日予約でいっぱいですよ。いないんだよ。いないのに予約でいっぱいなんですよって。で、とかってなるじゃん、普通。じゃあ、その人がいないんじゃいいですってなりそうなんだけど、まあ、お客さんってついてますよって言うんだって。その人はいないけど、すごいいい子がね、その半額ぐらいで、ね、遊べますよって言うんだって。そうすると大体に行きますってなるんだって。そう。だ、向こうほら、十何万払っても来たいから、その半額の5万とか6万じゃ安いって感じちゃうのよ。そう、それで来るんだって。だからそういう話を俺ベラベラ教えてくれるわけ。 そうなんだと。業界の人ごめんなさいね。 いや、それでね、そんな話だから、そうなんだって。じゃあそういうね、女優さんだったら、結構なんていうの、そう、すっごい失礼だと思うんだけど、ほら、なんか多分ああいう人たちもやっぱ女優っていうぐらいだから、多分プライドがあると思うので、なんか名前言われたのよ。なんとかっていう名前で活動してるんだけど、知ってますって言われて、俺もなんか客商売ね、なんか大丈夫かと思うんだけど、知らないって言っちゃったのよ。そう、だから、いや、ごめんなさいって、あんまり見ないですって嘘言ったんだけど。あんま見ないですとかって嘘言っちゃったんだけど、いや、すいませんって、ちょっと存じ上げなくてみたいな話したら、なんかその人のプライドを痛く傷つけたらしいのよ。え？とかって、本当に知らないの？私結構有名なんだよとかって言われて、すごい綺麗な人なの、本当に。すごい綺麗な人で、本当に知らないの？って何回も言われたけど、ごめんなさいってね、勉強不足でね、これからちゃんと見ますみたいな話してたわけ。勉強のためにね。それでね、ああいう人って本当すごいのよ。何がすごいって、自分のスマホをね、こうなんか検索してるわけ。そして多分自分の名前検索出すと出てくんのよ、裸の写真が。で、なんかその写真がどういう写真だったかっていうと、裸で四つん這いになってる写真だからね。それを俺にこうやってほらーとかで見せるわけ。私これだよ。で、俺なんかそれ見て、おお、すごいです って言うしかないじゃん。そうね、すごいですねとかって言ってたんだけど、まあそんな感じですごく楽しくね、会話しながら、まあ、車中でね、言ってたんだけど、まあそしたら、じゃあ俺もなんかね、いろいろこういうね、業界のこと知らないから聞こうと思って、いろいろ聞いたわけ。そしたら、なんかね、いろいろ教えてくれたんだけど、なんかああいうのってやっぱり朝集合するんだって。ちゃんとスタジオがあって、朝ここに集まって、おはようございますって入って、で、そこから撮影みたいな準備みたいなのが入るんだけど、ちゃんと10時休みとか、なんかお昼休み、3時休みってちゃんとあるんだってね。そう、だから本当現場仕事なの。そうで、じゃあそういうお昼休みとか10時休みって何の話してるのって言ったら、普通にみんなと同じ、どこどこのレストランおいしいよとか、どこどこのね、デザートおいしいよみたいな話するんだって。そうなんだって。その間にちょっとやらしいの撮るんだって。で、俺もいろいろ勉強になりますとかって言って、いろいろ知らないことってあるなーと思って、まあそんなこんなでその人のね、お家まで着いたわけ。そしたら、
なんかじゃあ運転手さんとかってあのねって荷物持ってきてもらえるってわけ。荷物って俺ね、乗せたとこか荷物なんて見当たるんでしょ。あれでも乗せましたっけって言ったら、ってあのね、このハンドバッグ持ってきてもらえる。で、ハンドバッグこんなちっちゃいんだよ。こんなちっちゃいハンドバッグで持ってきてもらえるって。俺なんか、それ一応お客さんの要望だから、まあ、わかりましたけど、今度だ、そんなめちゃくちゃ軽いしさ、片手で持ってるぐらい軽いんだよ。なんでこれ持ってきてとかってわけ。で、それで、なんつうあの、まあ、その人の部屋まで行きまして、部屋っていうか部屋の玄関のね、ところまで行きました。そしたら、なんていうの、今度上がってきなみたいな話になったわけよ。それで、いや、まあ、で、俺ね、タクシーの仕事ってみんなね、聞いたことある人もいるかもしれないけど、俺がちょうどその人乗せたのは、まあ、ちょうど夕方から次の日のお昼ぐらいまでやるスケジュールなのよ。でさ、上がってもいいんだけどさ、その後仕事なんない感じが。すごい迷ったんだけど、すいませんってこの後仕事があるんでごめんなさいって断って帰ったのね。すごい悲しい気持ちになったけど。っていうことがあって、でね、いやタクシーやっててもなんかすごい楽しかったよ。だから何が言いたいのっていうと、楽しく仕事はしてました。そうだからすごい楽しく仕事してたんで、多分俺その楽しくしてたからまた丸カンにも戻ってこられたし、またひとりさんともこうやって一緒にいられるっていう風になったと思うし、で本当に明るく軽くやってたからね、タクシーも道も覚えないけど。 普通さ、道ちょっと覚えろとかね、仕事プロなんだからとかって言われそうじゃん。でも最初から乗せた時から言っちゃうの。すいません、どこどこ行ってって言われて、すいませんって、道詳しくないんで教えてもらっていいですかって言っちゃうの。で、とかって言われるけど、タクシー乗り慣れてるっていうかね、そういう人って道詳しいじゃん。そうで、またやたらな道行くと怒られんのよ。そうだから、最初から言っちゃうね。お客さんにね、知らない道って損かけたら申し訳ないから、お客さんタクシー乗り慣れてると思うんで、道教えてくださいって、じゃあ教えるよみたいな感じになるわけ。そう。で、全然覚える気なし。そう。っていう話があって、じゃあこの話って何か役に立つんですかってよく言われるけど、立ちません。 私のね、丸カンいない時のね、ちょっと自己紹介みたいな話。まあただ、なんと明るくで軽くやってたから、なんとまたこうやって丸カンにも戻ってこられて、まあ今にね、至るんじゃないかなって俺は思ってますんで、まあそんなもん、もし参考にできたらしてから、何を参考にするんだって話なのよ。っていう、以上でーす。え、何の話って思うじゃん。普通、講演会ってこんな話ね。おかしいと思う人もいると思う。じゃあ次の話ね。これはね、お子ちゃんもいるしね、みんな子育て真っ最中の人もいるし、お孫さんがね、これから学校に入ったとか、これからね、新しいね、環境になるっていう人たちもいると思うんで、そういう人たちに対するひとりさんからのメッセージだと思って聞いてください。嫌ならやめなって話があるの。嫌ならやめな。で、どういう話かっていうと、じゃあ、例えば新学期にね、新しいクラスになるとか、新しい職場になるとか、環境が変わるとかっていう、この中にもね、その自分だけじゃなくて、身内でそういう人がいるっていう人もいるかもしれないじゃん。その時に、俺たちは、環境に馴染めと絶対言わないのよ。言いません。で、それよりも、なんつ、もう嫌だと、みんなと仲良くする必要なんかないんだよってのが俺たちのメッセージ。そして嫌だったらやめなって話。で、みんなと仲良くしなくていいです。会わない人と会わないでください。そうだから、本当に、本当そうなのよ。ね、相性の合わない人と会っちゃダメだよ。本当にそうなの。で、イエーとかってそう言ってもね、なんか相性の合わない人って仕事場にもいるし、なんかね、クラスにもいるしとかって思うかもしんないけど、ダメなのよ、相性の合わない人と会っちゃ。絶対モヤモヤするんだから、こっちが苦手って思ったら向こうも絶対苦手だよ。そう、だから会わない方がね、お互いモヤモヤしないの。だから相性の悪い人と会わないようにしてください。で、みんなも、だってなんていうのかな、すごくさ、仲良しになる人とかそんなにいないはずだよ。そう、でも、なんて、まあそうは言ってもね、会社の上司がとか部下がとかね、同僚がっていう人もいるかもしんないけど、それでもね、なるべく相性の合わない人と会わないようにしてください。そうで、これがひとりさんがいつも言ってるメッセージなのね。で、例えばじゃあね、これから塾に行きますとか、習い事しますとかっていう時もそうなんだけど、ひとりさんが一番最初に言うことは、嫌だったらやめていいぞなの。そう、あと、いい会社に入った場合もそう。いい会社って言ったら俗に言うさ、給料がいいとかボーナスがいいとか倍率が高いって会社ってあるじゃないですか。そういう会社に入った場合もひとりさんは嫌だったらやめなって最初から言っちゃうの。そう、やめていいよって。そうすると逃げ道って作れんのよ。
そうだからちゃんと逃げ道って作ってあげるって大切なのね。リアだったらやめないって言ってあげると、なんかね、真面目な人ってやめちゃいけないって思ってるのよ。あと自分から言い出したのに、自分がね、例えば就職したとか、なんか塾に行き出したっていう時に、なんかね、真面目だから、やっぱ自分から言ったのに自分からやめるって言い出せないとかって思っちゃうのよ。でも、やめていいです。即やめしてください。即。だ本当に、みんなもね、で、じゃあ会社でも塾でも何でもそうだけど、じゃあやめていいんだって言ったらすごくちょっと安心する。あともう一個あります。もっとこれはみんなにもっと身近な話があるの。身内でも親戚でもね、会わない人と会っちゃダメです。ダメ、絶対に。で、意外と会わないのは身内親戚なんだよ。親だろうと、兄弟だろうと、親戚だろうと、みんなそういう人とね、会わせようとするからモヤモヤしちゃうの。ダメです、会っちゃ。そう、もうね、いいの、正月も帰んないで。で、あとお盆とか、夏、ああいう、なんだっけ、そういうさ、お彼岸とかもそうじゃん。ああいう時にね、帰っちゃダメだよ。そう、で、旦那だけ返しな。向こうの、なんつうの、マジ、奥さんだったら、義理のね、お母さんとかになると思うんで、義理のお父さん、お母さんとかで、どっちかと会わない場合ってあるじゃないですか。その場合、帰っちゃダメです。で、じゃあ、待って、行ったら行ったで、絶対会わない人が向こうの親戚にいると、絶対行かなきゃよかったって思うじゃん。そうで、また親戚なんだから行かないと後で言われるって思うかもしんないけど、まあ、さっきも言ったけど、向こうも絶対会わないって思うから嫌味なこと言うんだよ。そう、だから帰っちゃダメ。そして、旦那さんだけ返してください。なんなら一週間くらい帰ってこなくていいよって。で、これね、本当に、みんなはね、親戚だからとかね、兄弟だから、知人だからね、友達だからって言うんだけど、ダメだよ。自分が友達だって思ってても会わない人と会っちゃダメです。本当に。で、会っててもやもやする人って会わないってサインなんだよ。そう、だから会っちゃダメです。で、あとじゃあ子供が塾に行きたいとかっていう場合も、これも、なんか最初に親御さんとかね、おばあちゃん、おじいちゃんだったら言ってあげてほしいの。まあ、行きたくなくなったらすぐやめなって。そう、そしたらすぐやめられるから。そう、だからみんなも、本当にこうやって言ってあげると、子供たちがちゃんとね、自分でね、ちゃんとやめたいって言った場合、やめさせられるし、またみんなもね、自分の子供が塾行きたいって、友達が言ってるからだよ。自分の子供は別だとかって思っちゃダメ。自分、私のね、孫は偉いとかって、違います。友達が言ってるから。そう。そう、だから、ピアノでも何でもいいよ。なんかやりたいっていう場合あると思うんだよ、子供って興味持つから。だけど、その時自分が言い出したからやめなっていうの言っちゃダメだよ。そう、すごい苦しくなっちゃうし、追い込んじゃうの、真面目な子って。そう、だから、ダメです。それは、まあみんなもね、ちょっと言っちゃった経験もあるかもしれないけど、これからはやめてください。そうで、嫌だったらやめていいよって言ってあげるだけで、逃げ道ってできる。そしたら、本当にやめたかったらやめたいって言うから。そう、だからね、でも、やりたいって言うんだったら、本人がやりたいんだからいいんじゃないって話だから、それは無理しなくていいよって話なんだけど、この話難しいですか？そう、だから、嫌ならやめなで、本当にね、相性の悪い人と会わないこと、絶対に。そして、友達100人できるかなも嘘です、これは。できっこねえで、100人も。だってさ、まあ、知り合いとかいると思うよ。知り合いはいるけど、いや、ひとりさんとかもね、そんな何人もね、すごい知り合いがいるとかってないよ。そう、いや、顔は知ってるとか、丸カンの人だったらわかるとか、そういうのあるよ。だけど、なんていうかな、すごく仲いいっていうか、普段ね、付き合ってる人ってすごい少人数なのよ。そう、だからそういうね、本当にみんなも、本当に仲いい人ってすごく限られた人数じゃないかなって俺は思うから、だからあんまりね、そう、いっぱいいろんな人とどうやったら仲良くなれるんですかって質問がありますけど、しなくていいです。 それよりも、なんつ、素の自分ね。だから、なんつ、全然作った自分じゃなくて、本当にありのままの自分でいいって言ってくれる人だけど付き合ってください。そしたら、絶対にそんなモヤモヤもしないし、作った自分なんて無理だよ、こんなの。いつか壊れちゃうからね、心が。だからやめなって話。だから相性の合わない人と会っちゃダメだし、嫌だったら即やめしてくださいって話、覚えておいてねって話でした。以上でーす。難しい？大丈夫？大丈夫？じゃあね、ズームの前のみんなも大丈夫？大丈夫？丸ー。はい、ありがとうございます。じゃあね、今日の講演会ね、皆さんがすごくね、理解が早いんで、早く終わると思いますね。やる気出せとね。 おかしいだろうって じゃあこれは、まあ、動画でも最近結構載せてますけど、まあ、やっぱ現場でね、ちゃんと見たいっていう人もいると思うんで、アッコーな話したいと思います。この話はね、
そう、まあ初めてっていう人も結構いると思うし、あ、知らないなっていう人もいると思うんで、じゃあ今からちゃんと俺がね、見本見せます。で、どういうふうに言ってるかって、今俺アッコーって言ったからね。で、じゃあどういうふうに言うかで、ちょっと手振りもある。手振りもこれひとりさんからちゃんと教えてきてって言われたんで、ちょっと見ててください。いきますよ。せーの。アッホーです。でね、これ、皆さん練習しましょう。いきますよ。手こうです。そして言い方は、なんと今、アッホーって言ったのは、ヤッホーの言い方です。山でよく山びこやるじゃないですか。あれと同じで、あ、ちょっとためを作って、アッホー。ごめん、汗がすごいんだけど。いくよ、せーの。アッホー。じゃあもう一回いくよ、せーの。アッホー。素晴らしい。じゃあこれをね、じゃあどういう時に使うかって話なんだけど、さっきも皆さん言ったように、やっぱり相性の合わない人とか、ちょっともやってすることとかあると思うの。あと、やっぱりいろんな人間関係があって、なんだかなとか、なんかちょっと納得いかねえとか、いろいろあると思う。そういう時にこのアッホをすぐ使ってください。そう、だから嫌いな人とか、なんか会社で変なこと言われたとか、なんかちょっと街中でちょっとうーんとかでカチンってくること言われたとしたら、すぐこのアッホ。そう。で、まあ、ただ、なんつうんだな、人にこのポーズでやっちゃうときにさ、ちょっとまずいっていうときあるじゃん。あと、やっぱ言葉に出しちゃうとさ、今のアッホーもさ、ちょっとまずいっていうときは、無言でやってください、これ。で、このこれだけ。で、今からちょっとやるからね。これ、心の声で、例えば叫んでるつもりでやってほしいんだけど。もう一回やるよ、無音で。で、例えば、会社の同僚とか、なんか誰かにね、嫌味なこと言われたら、その人が後ろ向いた瞬間に、これは、本当にひとりさんが神様から降りてきた話なんだよ。本当に神様だよ、神様。いや、マジで神様。で、さっきも言ったように、なんかモヤモヤしたりとか、なんかちょっと納得いかねえとか、そういうことがあったらすぐこのアホを使ってください。そして、すごいこれ何回もやってると、すごく心が軽くなるから、みんなはモヤモヤ溜めちゃうんだよ。そう、だみんな、なんつ、例えば嫌なこと言われたりとか、嫌なことがあったりするのって、ほんの多分ね、1分とか何十秒ってことなんだよ。多分それをずーっと繰り返し繰り返し、一日中考えてるから波動が下がっちゃうの。そう。そうすると、波動が下がっちゃうと、これ教えておくけど、皆さん運勢も下がってますからね。そう。だから、いいの。悩みたい人はどんどん悩んで、運勢と。そう、本当に。これはセットです。だって悩んでるのに波動がいいってないんだよ。そう、だから、やっぱりみんな、とかって重いのは嫌だとかね、なんでこんなモヤモヤ早く脱出して、皆さんに聞きますけど、悩んだ感覚がすごい好きって人、この中にいますか？モヤモヤがたまんなく好きとかね、なんかちょっとご飯も食べられない感覚が大好きでとか、早く来ないかなと思うんですけど、あんまいないじゃん。やっぱり悩んだ感覚ってみんな嫌だよね。そしたら早くちょっとずつ軽くなりたいじゃん。で、やっぱり何回も言うけど、嫌なことは一瞬なんだよ。嫌なことは一瞬だから、それを何回も何回もみんな繰り返し考えてるのよ。繰り返し考えてるからね、波動が落っこっちゃってる。そう、だから、なんでモヤモヤしてんの、何回も言うけど、波動がいいってないんだよ。で、これはちゃんとつながってて、波動、まあ要は簡単に言うと、波動がね、下がってる時って、運も悪いからね。そして、もう一個あるの、実は。もう一個あります。波動も下がってる上に、実はね、貧乏神様も味方してくれるの。だから皆さんは、いいよ、この話聞いても、私はちょっといつまでもモヤモヤしてたいっていう人は、貧乏神様がちゃんとね、協力っていうか、助けてくれます。いや、みんなも経験ないかな、モヤモヤしてたりさ、なんかちょっとしたトラブルがさ、次々になんつう、ちょっとトラブルを呼ぶっていうか、泣きっ面に蜂みたいなことってあるじゃないですか。それは、自分の波動が落っこっちゃってるから、次から次へとね、そういうことが起きちゃうのよ。そう、だから、みんなは、すぐこのアッコーでね、もう飛ばしてください。そして、一回だけじゃないよ。もう何回もやって。なんかすぐ、もうなんて軽くならない場合は、アッコー、アッコー、アッコー。で、まあ、車の中とかで言える場合はね、アッコーって大きい声で言ってもいいし、まあ、なかなか人がいるところでアッコーって言えないと思うんだよね。その場合は、さっきみたいに無言で。をやってねって話で、本当に何回も言うけど、モヤモヤ溜めちゃダメだよ。そう、やっぱり、俺たちって人生は波動っていつもひとりさんが言ってるけど、波動って何ですかって思うじゃん。で、実は波動って簡単に言うと、自分の心が軽いか重いかだけの話なんだよね。
そうだからなんとやっぱり心が軽いとか明るいとかそういう時っていうのはやっぱり波動も軽いから波動もいいのよ簡単に言うと。で波動がいいとさっきみたいに自分の運勢も好転するのよ。好転した上にもう一個おまけがあるのはさっき貧乏神様の話したじゃないですか。こっちは幸福の神様が味方してくれるの、ずっと波動が軽いと。だからひとりさんがよくね奇跡の人って言われるのは実はこのことを知ってるしちゃんとそのことを分かってるから本当にいいことしか起きない。みんなだってひとりさんって納税日本一ってすごくさ、じゃあ納税日本一なんか仕事もバリバリやってとか、なっちゃんとかもよく知ってると思うけどひとりさんバリバリ仕事してないよね。 本当に毎日ドライブ行ってドライブから帰ってきたら水戸黄門とか見てる。本当にそう。だからでもそれは本当にまあ一人はもう仕事が一瞬で終わっちゃうけど、やっぱいつも波動がこうすごい高いっていうか軽いからやっぱりそうすると龍神様が味方してくれるっていうかいいことがどんどん起きるのよ。だからみんなもこれ信じててごらんと本当にいいこと起きるし、実は俺の講演会って最近だよ。最近なんか大開運講演会ってね、副題みたいなやつんでの。で、これ自分で言ってるわけじゃないです。まあ今日ね、純ちゃんとか翔子ちゃんとか、藤井さんもね、入ってくれてるけど、いや、実は講演会出たっていいことがあったって報告がいっぱい来るのよ。で、もうこの間すごいなって思ったのが、なんかね、宝くじ俺の講演会の帰りに買ったんだって。100万円当たったんだってよ。すごい、すごい。みんな言ってきますけど、当たりませんかね、みんなに。いや、ただその人から興奮して電話かかってきたら、すごいんですよとかって、なんか、いや、なんかすごい、向こう最初興奮してて何言ってるか分かんないわけ。で、宝くじがとかって言ってて、いや、どうしたんですかって聞いたら、いや、達也さんのね、講演会で出た宝くじ買ったら、100万円当たったんですとかって言う。だからその報告でわざわざ電話くれたのね。そう、だから、なんかこれは達也さんの講演会としか思いませんとかって言ってくれたんだけど、まあで、それはそれでね、まあたまに一例だし、あとやっぱ会社の売り上げが伸びたっていう人は結構います。だから、神的に売り上げが伸びるんだって。そう、なんかよくわかんないけど、達也さんの講演会出た後に、なんかね、会社やってるんだけど、売り上げが神的に伸びましたね。特になんかやったわけじゃないんだって。なんかやったわけじゃないのに、売り上げがなんかめちゃくちゃいいんですとかっていう報告が結構ね、自営業の人から言われたりするのね。だから何があったかわかんない。自分でもわかんないけど、神的に売り上げ伸びちゃってる人とか結構いるのよ。あと、やっぱりいいことあったりするのは、なんかコンサートのすごい当たんないチケットが当たったとか、あと最近なんか人気の車って抽選で買えないんだってね。買えないんだけど、なんかその抽選が当たったとか、なんかね、すごいいっぱいいろいろあるのよ。で、まあ何回も言うけど、みんなに宝くじが当たるとかないからね。わ かんない。でもあるかもしんないけど、で、俺も、あ、そうなんだと思って、じゃあなんかほら、俺の講演会出た人が100万円とか当たるんだったら、俺なんか大元だからさ、100万円までいかねえけど、いくらか当たんじゃねえのって思ったわけ。買ったのよ、俺も。買いました。3000円だけどね。3000円買ったので、まあ、100万円までいかねえけど、まあ、せめて5万円とか10万円ぐらい当たるのかな。当たりました。ね、300円。それ連番でかなんか買ったら当たるだろみたいな。 おかしいだろうって思うんだけど、まあそんな感じでね、楽しくはやってますけど、でも実はみんなも覚えておいてほしいのは、こういう、例えば売り上げが上がりました、100万円当たりました、いいことがありましたみたいな、こういうのって、そうなんだとか、へえ、すごーいとかって、私にもいいことあるかもしんないって、こういう話って聞いて、素直に信じるだけで、みんな奇跡って起きやすくなるのよ。そう、だからみんなもこれは、いや、もう鼻から疑って、なんだっけとかってね、なたまたま偶然だろみたいな思ってたら、多分ない。だけど本当にこういうことってあるのよ。だからみんなも楽しみにして、昨日もね、昨日かな、ちょうどなんか報告があって、なんかその人も、なんか、なんていうかな、すごい臨時収入があったんですみたいな話なんだけど、その臨時収入って何かっていうと、なんかものすごい古い通帳にお金が入ってたんだって。すごい。そう、でもそれは本人も全く忘れちゃってたんだって。全然もう何十年も前の通帳で、全くなんか自分も積んでることすら覚えてなかったんだって。でもなんか俺の講演会で言ったらそれが出てきたんだって。それですごい臨時収入がありまして、まあもう自分のお金でしょうでも。いや、そういうこと言っちゃダメだ。 でも本当に、でもその人にとっては忘れてたお金なんだから、臨時収入と同じじゃん。だってこの先分かんなかったらさ、お金ないのと同じなんだから。そう、だからね、そういうのもありましたみたいな報告とかいっぱいあるよ。そう、だから皆さんはいいことがあるかも 知りません。でもね、本当に話なんか覚えてなくていいのよ、今日の話は。さっきも言ったけど、ためになる講演会はね、僕はやめます。そう、それ
それよりも、なんだかね、あははおほほって笑ってて、なんかね、楽しかったねって帰ってもらえればいいと思う。でも、それがなんか波動が軽くなるってことなのよ。で、話なんか忘れていいよ。どうせ YouTube 流すんだから。だから、なんか思い出したかったら YouTube 見ればいいの。そう、だからそれよりも、ここでは楽しかったねって帰ってもらうのが正解だよって話。だから話の内容忘れてもいいです。だいたい俺自身だって忘れてから何話したか。そう。で、あとで YouTube たまに見返すのよ。そうすると、なんで俺なんかこんななんか面白い話してたんだとか、なんかこの人面白い人だな。っていうね。まあ自分でね、自分で受けるみたいな話なんだけど。まあなんかそんな感じでね。だから皆さんもいいことがね、あります。ある。それを信じるっていうだけかなって素直にね。っていう話でした。以上でーす。はい、ありがとうございます。なんかね、そうだ、なんかアッコーの話か、なんか違う話じゃじゃあ次の話ね、このムカデって話します。ムカデ。え？って、ムカデって何？って思うかもしれないけど、あのね、前、ひとりさんが、今ね、俺がこうやって全国回らせてもらってますけど、講演会、昔はひとりさんが全国回ってたのよ。ほんと47都道府県全国講演会やったんだけど、その時にやっぱ何回かご一緒させてもらったのね。で、その時に福岡かな、九州の福岡県っていうところで講演会やったんだけど、ひとりさんがその時達也もおいでよって言われて呼んでくれて行った。で、なんかね、その福岡の講演会行く前の日ぐらいか、首がもうめちゃくちゃ痛くなっちゃう。もうなんと寝違えとかってレベルじゃないよ。なんかでもう本当に歩くだけでね、ここの首の後ろのところはビーンって響くのよ。だからもうなんか歩くときもなんとこう、なんかものすごい、なんとこうやってすごい揺れないようにだし、でも、やっぱりそういうわけにはいかないから、もうめちゃくちゃ痛いのよ。で、ほら福岡だからやっぱ飛行機とかで行くじゃないですか。もう離陸と着陸の時なんかね、俺なんかもうなんと隣の人は多分怪しい人だと思って、この人なんか大丈夫かって言うぐらい、あーみたいな。なんか大丈夫、飛行機落ちんじゃないのみたいな感じで思ってるのかなっていうぐらい、多分ね、隣の人はそういう怪しい目で見てたけど、それぐらいめちゃくちゃ痛い。だからもうなんか着陸した時なんか、やっぱりドーンってなるじゃん。あの時なんか俺叫び声上げて、ズズーみたいな。本当に。で、もんなすごい痛くなっちゃって、なんだこれと思ったんだけど、で、もうやっぱり原因もわかんないし、何か寝違えとかそういうレベルの痛みでもないのよ。だからもうそう、なんて刺すような痛みがね、四六時中あんのよ。すっごい痛い、めちゃくちゃ。で、いや何かなと思って、でも俺その時に実はひとりさんにも呼ばれてたって、他にも理由があって、実は講演会の司会頼まれてたのよ。そう、司会だからさ、いきなりさ、前の日とか次、まあ当日にさ、ちょっと首が痛くてできませんってわけいかないじゃん。だから、もう気合い入れていって、まあ、講演会も始まったけど、もうな首が痛かった。多分ロボットみたいな動きになったと思うんだけど、それでやったんだけど、そう終わった後に、いや、ひとりさんに相談したんだよ。いや、ひとりさんって、もう首がね、もうめちゃくちゃ痛くて、なんか耐えらんないって言ったら、そしたらひとりさんがじゃ見てあげるよって言って、で、俺がちょっとこういうふうに、こう、なんつ、前かがみになって、で、ひとりさんがこう首のところこうやってね、なんかこう持ってくれたの。で、それで、ね、その後、なんか何秒間か多分わかんないけど、こうやってやってて、で、その後多分、なんとなく俺下向いてたけど、ひとりさんがこういうふうな動きしたなってわかったんだけど、なんかこうやって持ったら、ふってやったのよ。ふってやって、で、なんか、え、何したんだろうと思ってたんだけど、え、で、何だったのってひとりさんに聞いたら、なんかね、ムカデがついてたよって。ムカデちゃんの霊。刺してたの？刺してたっていうか、ムカデちゃんの霊がついてた。まあ刺してたんだろうね。そうだから、なんかムカデがついてたよって言われて、そうなんだと思って、でね、それひとりさんに撮ってもらったら、その後からね、めちゃくちゃ楽になってきちゃったのよ。いや、もちろん、そんなすぐ痛みが全開でなくなったってわけじゃないんだけど、なんかね、その後からね、めちゃくちゃ痛み半分ぐらいになってきちゃったのよ。で、本当に、まあ、止まったんだけど、帰る頃には全然、なくなっちゃった。そうで、まあ、その後ちょっと後日談があって、ひとりさんと同じホテル、あ、ホテルっていうか旅館に泊まったのね。で、ひとりさんって、まあ、こうやって言っちゃったらあれだけど、わかりやすく言うかね、ボロ宿が好き。ボロ宿が好きなんだけど。で、いや、本当にこんなお金持ちがこんなとこ泊まんのっていうぐらい、ボロ宿は好きっていうか、ああいう雰囲気が好きっていうか、まあ、これもちゃんと理由があるんだけど、今日は時間の関係で走りたいと思います。聞きたい。いや、これは、じゃあみんなのね、リクエストに答えて言いますけど、なんかやっぱりひとりさんも、
最初ホテルとかっていうと、やっぱり普通のみんなが想像するいい旅館っていうか、いいホテルっていうもんだって思ってたから、やっぱ最初はそういうとこ泊まってたんだって。そうで、やっぱり泊まるとこってそうだって思ってたんだって、ひとりさんも。でも、ひとりさんなんかすごくて、なんていうかな、同じホテルにずっといるっていうよりかは、一軒ずつ、次から次に泊まるの。だから例えば海沿いにホテルが何軒も建ってたら、だって一箇所にずっと逗留するんじゃなくて、一軒ずつ行くのよ。でも、なんかやっぱああいうとこみんな泊まったことあると思うけど、なんか料理ってほとんど同じなんだってね。お刺身が出て、鍋が出て、なんちゃらが出て、もう美味しいんだよ。美味しいんだけど、ひとりさんなんか、なんつ、一年のうちほとんどね、なんか300日とか旅行してるから、だから、なんつ、変な話だけど、ちょっと言い方おかしいけど、飽きちゃうんだって。で、まあでもそれでもほら、そういうもんだと思ってたから別にね、そこに不満はなかったんだけど、で、ある時、旅館に泊まろうとしたら、どこも空いてなかったんだって。一軒も空いてなくて、で、いや、これ参ったなーって言って、そしたらそこの旅館の人が、いや、斎藤さんって、まあ、いつも泊まってくれてるんだけど、申し訳ないって言って、じゃあ、違うね、旅館、うちでね、手配したんで、そこ紹介しますよって言ったんだって。そしたら、すっごいボロ宿だったんだって。わかりやすく言ってね、悪口じゃないからね。そう。で、それで、すごい。で、ひとりさんも最初、いや、参ったなって思ったんだって、いや、これはちょっとって思ったんだけど、でも、泊まるところもないし、しょうがないって思ったんだって。で、それでほら、ああいうところで泊まったんだけど、ひとりさんも本当初めてっていうか、それぐらいの経験だったんだって。そしたら、なんていうかな、ああいうとこって民宿みたいなところって出てくる料理が家庭料理みたいな料理じゃん。で、ひとりさんがその家庭料理って実はすごい好きだし、まあ飽きちゃってたっていうところもあったんだけど、家庭料理がすごい好きだから、で、なんか、あ、こんなね、料理が出てくるのってすごい感動しちゃったんだって。いわゆる普通のご飯。そう、だからみんなが普通に食べてる普通のご飯にめちゃくちゃ感動しちゃったんだって。それで、もうこんなね、美味しい料理が出てくるんだったら、これからこういう旅館に泊まろうって、それからボロ宿好きになっちゃったの。そう、だから料理は本当に美味しいのよ。で、で、それでね、そこの一番最初に泊まった時、ひとりさんがあまりにも感動したんで、お金むちゃくちゃ置いてきちゃったんだって。向こうの人がびっくり、目ん玉飛び出るぐらい置いてきちゃったらしいんだけど、いや、感動しましたって言って、いや、困りますって言われたんだけど、いや、向こうももらってびっくりするぐらい浮いてきちゃったらしいよ。でも、なんか、いや、俺、本当に感動したって言って、なんかもうこれからもね、縁があったら来るよって言って、それからね、そういう宿に泊まるよ。でも、本当にひとりさんが言うように、そういうボロ宿ってご飯を美味しいのよ。そう、だから、まあ別にこれはみんなの好みだから、どっちがいいとか悪いとか言ってないんだよ。ただ、ひとりさんは、やっぱりなんかそういう家庭的な雰囲気っていうか、ご飯とかも含めてそういうのが好きなんだって。そう、だからそれでボロ宿が好きだよっていう感じかなっていうの、まあ、それが理由かな。はしょろうとしたけどリクエストがあったんで。ありがとうございます。だからね、そんな感じで、ひとりさんって本当に1年、今はね、まあ、日帰りの旅行が結構多いけど、でもやっぱり今も結構ずっと外に出てますかね。やっぱうちでじっとしてるってことはないよね。やっぱりなんか楽しいんだって。で、ドライブしてたり、楽しいことしてたりすると、ひらめきが来て、で、そのひらめきを本当に一瞬で仕事にして、で、それがなんかすごく、まあね、マルカンの売り上げになるっていうか、本当にそういう仕事の仕方みたい。だから本当に神様がひらめきをくれたとしか思えないのね。そう、だから、銀座日本、あれなんだっけ、まあ、マルカンのなんか正式名称って何だったっけ、忘れちゃった。日本漢方研究所か。研究所ってついてるけど、研究所ないからね。っていうね、本当に楽しくだから仕事してるから、まあそんな感じでね、まあこういう話もなんか参考になったらね、参考にしてみてください。以上でーす。はい、ありがとうございます。ということでですね、皆さんね、本当に時間的に次の話が最後です。で、これはちょっと皆さんにね、お願いしたいことがあります。まあこれは動画見てる人もおなじみの話かもしれませんが、俺今からお話しするお話が最後のお話ですって言いますから、そしたらみんなすごいわざとらしく、えーとか、やだーって言ってほしいと。で、これは声が小さい場合、やり直しがあります。いいですか？心の準備できました。ぶっつけ本番でいきますって、俺ものすごいわざとらしく言うからね。いいですか？じゃあいきますよ。皆さーん。だから言ってんじゃん、わざとらしく言うって。皆さん、今からお話しするお話が最後のお話です。はい、どうぞ。はい、
はい、小さいです。はい、テイク2! みんなね、なんだよ、18歳のな、お嬢さんじゃないか。遠慮は18歳までだよ。ダメです。波動はね、ちょっと伝わってこないです。それよりも、もっとね、やだーとかね、もっと強く言ってください。いいですか、はい、で、これね、よく後ろの人はね、声が小さくても大丈夫って思ってますけど、私は波動で感じてますからね。前の人が大きい声言ったらね、後ろはあんまり言わなくてもいいんだとか、そういうのありません。全体として見てますからね。いいですか、もうね、大丈夫。ここはさっきもね、なっちゃんに聞いたんだけど、密室だから。だから苦情来ないから。そう、苦情来たとしたら次回から使えないだけで。はい、じゃあ行きますよ。はい、皆さーん。今からお話しするお話が最後のお話です。はい、どうぞ。まあいいでしょう、素晴らしい。はい、大丈夫です、合格。ありがとうございます。これね、なかなか盛り上がるんだよね。いきなり体育会系。体育会系ってより、やっぱこういうのもね、そう、これはひとりさんの教えでもあるの、実は。で、なんでかっていうと、こういうみんなして一緒にやれることって、なんかすごく一体感が出ていいんだって。そう、だからこれは、本当にひとりさんがこういうのやったらいいよって教えのもと、何でも無理くりつなげてるわけじゃないから、これ俺のなっつ、一存だ。まあ、一応ひとりさんにこういうのやるよって相談するけど、そういうのって一体感が出てすごくいいんだよって言って、すごくいい話に無理やり持ってってる。だから皆さんも人前でお話しするときとか、何かそういう機会があったら、こういうね、みんなでね、ちょっと叫ぶとか、みんなでなんか大声出して一緒にね、なんかやれることをやると、すごく一体感が出てすごくいいんだよって話が、いつも俺ひとりさんに教わってることなんで、まあ機会があったらやってみて。機会があったら。本当に。で、次のね、お話、だんだん良くなる、未来は明るい、で、1日1000回21日間言いましょうっていう、まあ、これで終わりなんだけどさ。で、これ言うと本気でヤジが飛んでくるときは、とかって、ふざけんな、あんなやらしといてみたいな。まあ、これは冗談ですけど、だんだん良くなる未来は明るいは、すごい、ひとりさんの教えが全部詰まってる言霊だと思ってください。そう、だから、なんていうのかな、やっぱみんなってさ、そうだなぁ。まあ、結構ね、女性が多いからさ、ニュースとかでね、何が値上がりするとかさ、物価が高くなるとか、いろんなね、何千品目が高くなるってニュース見ると、皆さんどうですかね？なんかこのまま日本って大丈夫とかさ、なんか経済がね、ちゃんとうまく回るのかなとかって、ちょっと心配になるじゃん。あと皆さんは多分、そう、物価が上がっても多分自分のお給料が上がってないっていう人もいると思う。だってどうですか？株価が4万円超えたとかっつってさ、何、まあ、なんか世の中にはそうやってね、すごくお金が回ってるような雰囲気なんだけど、皆さんどうです？株価が4万円超えたら私お給料が倍になりましたって人います？いないよね。で、これは実はひとりさん昔から言ってる、昔っていうか俺ひとりさんすげえなと思ったんだけど、実はひとりさんコロナ真っ最中の時から、これから日本ってお金が世界中から集まっちゃう国になるよってずっと言ってんのよ。で、今って本当に株価が上がってるの、世界中からお金が集まってるのよ。そして、だってみんなちょっと例えばさ、有名なところを旅行行ったりとかした時にさ、外国の人めちゃくちゃ多くない？俺なんかいろいろ講演会でいろんなとこ行くんだけど、この間函館とかさ、まあなんかみんなが知ってるようなとこ行ったんだけど、なんかほとんど7割ぐらい外国人だよ。すごい、本当にここ日本なの？みたいなぐらい外人さんしかいなくて、本当にめちゃくちゃね、外人さんも多いし、またああいう人めちゃくちゃ買い物してんのよ。だから、すごいなんか爆売れっていうか、爆買いってするんだってね。まあ、昔はほら中国の人だけだったけど、今世界中の人が爆買いしてるんだって。でだよ、問題はここからです。で、そうは言っても、じゃあひとりさんは世界中からお金が集まる。でね、今言ってる株価もね、いろんなものお金がね、集まってるっていうのは、それはわかるけど、私たちなんか正直時給もなんか10円ぐらいしか変わんないって思うじゃん。でもこれはちゃんと理由があるんです。ね、国が豊かになるのと個人が豊かになるのって違う話なんだって。違います。そう、だからこれは実は今言った、だんだん良くなる、未来は明るいっていうのは、みんなも経済的に豊かになる言霊なの。だから全部に使える言霊なんだよって覚えておいてほしいのね。だんだん良くなる、未来は明るいは、実は自分のところにお金を呼び込む魔法の言霊だよって覚えておいてほしいのよ。
覚えておいてほしい。そしてじゃあ中にはね、実はお金困ってませんよとかさ、なんかお金ってお給料って、まあ、いろんなパターンがあると思うんだけど、お給料入ってきてもね、なんか右から左に支払いしたらなくなっちゃうって人結構いるじゃん。これは一つ法則があるのよ。よくお金がなんつ入ってきてもなくなっちゃうとか、全然貯金ができない人ってお金が流れちゃう波動になってんの。わかります？だからお金がとどまらない波動になってんの。しかも呼び込むことも知らないから。だからひとりさんが昔からお金って流れがあるんだよって、なんか川の流れみたいながあって、そこに手突っ込めばいいんだよって話なんだけど、実はそれってどうすればいいんだよ、わかんないじゃん。だってみんなってどうだよ、お金流れ別に見えないさ、お金が流れてたらそれはなんかいっぱい作りたいですよって思うかもしれないけど、いや実はこのだんだん良くなる未来は明るいって、そのお金のこの川の流れに手突っ込む言霊なの。そうだからさっきも言ったように、みんなはね、まずこの言霊を知ること。それと、お金が、なんつ、右から左に流れちゃう人って、なんていうかな、簡単に言うと、お金が、その、なんつ、流れる波動って今も言ったじゃん。そうで、実は、とどまる波動にすればいいのよ。そうで、じゃあどうすればいいのって話になったら、収入の1割をね、お財布に入れていくの。そう、だんだん良くなる、未来は明るいって言いながら。そうすると、なぜかお金がとどまるようになってくるの。そうで不思議なんだけど、今までと同じような生活してるのになぜかお金が貯まりだしたりね、なんか臨時収入があったりとか、本当にいいことが続くのよ。そうだからこれやってごらんとすごい使えるよ。でみんなこれやりながら、本当なんかこの間もね、金沢とかいろいろ行ったんだけど、そう金沢の人も言ってた、だんだん良くなる未来は明るいって言いながらお財布にね、お金を1割ずつ入れてったら、まあ1万円でもいいよ、5000円でもいいから、ちょっとずつでいいから貯めていくのよ。そうするとなぜかお金が貯まりだすんだって。そうで、すごくなんかお金に苦労しなくなるのよ。だみんなもこれは絶対使えるからやってみて。何回も言うけど、お金がなくなっちゃう人、お金が流れちゃう波動になってます。そうだから、とどまる波動にしてあげればいいのよって話。この話難しい？大丈夫？その時に、だんだん良くなる未来わかるよ、すごく使える言霊なのよ。だみんなは、なんつ、やっぱ将来、なんつ、何にも不安がないっていう人います？この中で。私は全然将来全く不安ありませんとかさ、ゼロミリですとかって人います？そう。いや、簡単に言うとさ、みんなさっき言ったように物価が上がるとか、何かがね、やっぱ将来わかんないとか、あと自分のことだけじゃなくて、子供の未来とかさ、孫の未来とかって考えると、多分不安ってすごく尽きないと思うのよ。でも、その時にこのだんだん良くなる未来は明るいって言ってると、いい言霊だから、本当に未来が明るくなってくるよって話なのね。そうだからこれずっと言ってなったんで、だから1日1000回で21日間言うと波動が変わるよって話。あとね、もう一個あります。みんなってさ、悩んだ時ってさ、どうしてる？だ例えばね、すごく俺がもったいないなと思うんだけど、みんなはだんだん良くなる未来は明るいとかって言うのよ。言います。真面目に。だけど、すごいもったいない使い方は、自分が悩んだりモヤモヤした時やってません。暇です。止まってます。だから簡単に言うと、悩んだり、こうなんつ、もやもやしてる時はみんな止まっちゃってんのよ。そうだから、実は本当はそういう時にだんだん良くなる未来は明るいって使うんだよ。そうで、本当にそうすると少しずつだけもやもやも軽くなる。少しずつだけどね。だからみんな、だってこの中でどうですか？悩みが本当にゼロミリですとかってみんなも今聞いたけど、誰も手挙げなかった。まあ俺が手挙げようとしたけど。お前かよ、みたいな。でもだんだん良くなる未来は明るいって今ひとりさんが本当にみんなにね教えてあげたい言霊なんだよって話だから、これを1日1000回ね、21日間いいなって、1000回って結構きついと思うかもしれないけど、まあ数は数えなくていいよ。 それよりも暇さえやったら言ってればいいんじゃない？そう、なんか数えてると分かんなくなっちゃう俺。そうだから、それよりも暇さえやったらだんだん良くなる未来は明るいってやってたら、なぜかね困ったことにならないからって話があるのね。でそれがみんなひとりさんにね教えてきてねっていう話なんだけど、この話難しい？だんだん良くなる未来は明るい、それはちょっとなーって言えませんっていう人いる？大丈夫？大丈夫だ。これ、ほんと、だんだん良くなる未来は明るいだけでもいいから、これだけでもね、本当に覚えて帰ってほしいし、さっきも言ったように、悩んでる時に止まっちゃダメだよ。本当に。みんなもったいないのは、もやもやしてる時に言わなくなっちゃうんだよ。そう、本当は、そうなんで、悩んでる時ってさっきも言ったけど、悩んでる波動が下がる、運も悪くなる、貧乏神様も味方してくれる。そう。だからこのことを分かった上で、いつまでも悩んでたいっていう人はもう自由だからやって。そう。でもさ、やっぱりみんなも幸福の神様にね、手貸してもらいたいじゃん。でね、いや、ひとりさんがすごいなと思うのは、人間がね、やれることってやっぱり限界があるんだって。
でも、ひとりさんみたいに1代でね、納税日本一までなっちゃうのって、実は、やっぱひとりさんがいつもこれ言ってるんだけど、神様が手助けしてくれたとしか思えないって話があるのね。そうだから、みんなも自分の力で120%力出すよりも、神様に助けてもらった方が楽でうまくいくよってみんなに教えてあげたいのよ。それをこうひとりさんがみんなにね、教えたいなっていうことだから、みんなも、そんな神様が入る余地みたいのを作っといてほしいのよ。空白っていうのかな。だから多分、頑張りすぎちゃう人って神様が手助けする余地がないんだよ。簡単に言うと。重いし硬いし。それも、なんていうか、ひとりさんなんかほんとめちゃくちゃ軽いからね。めちゃくちゃ軽いし、めちゃくちゃいつもね、なんか笑い話しかしてない。いや、この間もちょっと冗談みたいな話があって、今、水素自動車ってあるじゃないですか。でね、あの話、ちょうど目の前に水素自動車が走ってたの。で、ひとりさんが急になんか笑い出したわけ。え、何笑ってんのかなと思ったら、いや、って水素自動車ってあるじゃんって。あれでね、排ガス自殺しようとしたらどうなるんだろうねって話になったわけ。で、そしたら、多分、いや、これはわかんないけど、水素が出てきて余計健康になっちゃうんじゃないかな。いろいろ言ってるわけ。だから、そんな話をね、たまにね、たまにというか結構しょっちゅうこういう話です。我々は。そう、だから、ひとりさんって本当に楽しくやってるし、本当になんつうのかな、軽く楽しくいるから、神様が手助けしてくれる余地みたいなのがいっぱいあるのよ。だから本当にすごくうまくいってるのねって話。じゃあ皆さんも、この話参考にしてみるといいんじゃない？みんなの人生ってそれぞれだけど、やっぱりいろんな人いるじゃないですか。会社やってますとか、自営業ですとかね、主婦ですとかっていろいろあるんだけど、やっぱなんつう、そういう神様に手助けもらえる、してもらえる余地みたいなの作った方がいいと思う。そしたらすごくね、軽くうまくいくよっていうのがひとりさんがみんなに伝えたいことかなっていう話なんだけど、大丈夫？みんななんか難しくないですか？この話。大丈夫？大丈夫？で、だんだん良くなる、未来は明るいって言ってると、神様が入ってくる余地があるから。そしたら、みんながそんなに頑張んなくても、本当にね、めちゃくちゃうまくいく言霊なのよ。神様がお助けしてくれる言霊だって覚えておいてください。以上でーす。素晴らしい。はい。ということで、今日はね、第1話これで終わりです。で、この後は、ちょっと YouTube のね、ライブと皆さんの感想と質問を、お受けしながらね、進めるっていうコーナーにしたいと思いますんで、もしお時間がある人はね、このまままた見てってください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ一回止めるね。